さあ、というわけで、止めていきます。どうも、ペラになってくれたオペラシンパティ。今回は、スマッピー限界突破チャレンジやってまいりたいと思います。レベルが1個上がってますんで、まあ、もうちょっとでマックスになる。で、ワンチャンマックスになるかなっていうので、最近でもジャックポットチャンス2回行くか、どちらかのジャックポット取るまでやらせていただきたいなと思っております。では、本日も限界突破目指して張り切ってまいりたいと思います。ちょっとね、三脚が変わったんで、撮影ちょっと不安定だったらごめんなさい。やっぱ使い慣れるのに時間かかるよね。おパパチェシー、めっちゃバンパーのくせえな、ここ。あ、素敵。もうさ、バンパーとかの、そうだ、表示を出しながらやってたの。癖忘れてるわ。実はスマスピめちゃくちゃ久々なんですよね。久々にご祝儀を、ご祝儀。行きまーす。おや。やっぱね、バンパーの数字もね、見えないとね。あー、落ちたか。まあ、しゃあない。でも、バンパーの弾き方めちゃくちゃいい気がする。あらまあ。いきまーす。さあ、強強バンパー。ここのバンパーの強さでだいぶ勝ちやすさ変わってくる気がする。ジャックポットチャンスの時とかってワンヒット2ウィンになるから、例えば今だったらこれ100ウィンになってるわけですよ。かなり良さげ。そして三脚の先っぽが毎回ね、画面に当たる、ガクになるよ。ホッツーソリアー、マックスなるかな。あ、これはいったわ。はい、マックスです。いきまーミッチだったらもう早めに行ってほしいけど、なる早で沼っちゃうよ。あー、もう決めよう。そろそろ決めよう。久々にジャックポットチャンス見たいんでね。それじゃあよろしくお願いします。わーおわーおわー、危ねえな。ジャックポットチャンス、やった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 。いきまーす。記憶が正しければデフォルトの曲が一番いい説があったんで、今後はデフォルトにしていきます。いや、マジいいパス忘れてよかったわ。いいパス忘れなかったらこの神曲に俺出番なかった可能性あるから。おー、あ、ピン入る。あ、ピバか。あれ記憶がない。マジ1ヶ月か2ヶ月ぶりかもしれないからな、スマスピ。ちょっとなんかバンパーが、最初のバンパーの調子どうした？ちょっとバンパー弱い。あー、どうやろう、これ願わくば、お、いいね。久々にフィーバー見せてくれるやつ。
ートは素晴らしくて、やっぱこのリーチの時に曲変わるのいいっすよね。うわっ、あー、そのまま、そのまま逆こと決めちゃってー。うん、まあまあ、一応限界突破が見れてないですからね。多分ね、生配信で1回しかまだ限界突破見てない。あー、珍しいパターン。終了か、全リーチになるか、ジャックポット。これじゃあ、いきなりフィーバー入れちゃってもいいんですよ。ソーリー、ソーリー、はい、急いで、いけー、ドロー、ストライク。さあ、ボーナスステージ行きましたね。割と揃うのかな、どうなんだろう。まあ、最低1回は揃うでしょ、ジャンプして。やっぱスマスピってメダルあんまり減らないからいいっすね。ある程度戻ってきてますもんね。おー、2コイン目揃う。スマスピになってからボーナス割と揃うようになりましたよね。ありがたくて。じゃあ一回ボーナス挟みます。ああ、一回サテライトを挟みます。5分の1でも決めたいっすよね。まあ、決められると信じていますけども。まあ、割とね、全く入らないってわけではないんで、いけるんじゃないかと思ってますよ。あ、待ってください。はい、はい、信じて、はい、信じていますよと。わお。さあ、ボーナスの続き。ストーリー、お疲れ。いきまーす。はじけ。ちょっとね、はじき悪く、あ、なことない。なことないわ。まだまだ現役ですね。これバッファーの運がないのかな。ゲージが伸びやすくないですね。それや、どれがいい。弱いや。バンバン伸びてくれよ。ゲージが芳しくないんで、50以上は行きたいところ。あ、行かないわ。まあ、そのままで入ってもいいんですよね。で、行きます。もしかして沼ってる、これ毒のようにメダル減ってきてるわ。めちゃくちゃいっぱい減ることはないよ。毒のように減るのよ。あっ、そろそろ決めないんだよね。ソーリーや。
ジュリアいきます。ゲージが増えました。ボディのスロットでいいやつが出ましたね。まあね、毎戦見てもらったら分かる通り、さすがに決めたいかなって。スマスピになってから1000枚メダルなくなることあんまなかったんですけどね。やったぜジャンプローチャーン。せーやったらけなことくー、いきます。なんかね、聞いた話なんやけど、4連チャンで継続入って限界突破チャレンジは最初から4連チャンじゃないとダメ説が出てきてて、第2ラウンドから4連チャンとかだとなんかダメなのかな、なんかコメントで書いてあったんですよね。そこら辺分かる方プリーズプリーズ。あぶね、焦る。パパ強。まあ、とりあえず泣いても笑ってもラストなんで。今日は2回ジャックポットチャンスでいいかな。未来がない。はい、バンしてバンして、いいね、めちゃくちゃ稼いだ。もうちょっと行きたい。これいい、すげえストレートリーチ行くね。今日ストレートリーチやってた。そしてバンパーの癖もよろしくなってきてね。直球で決めてほしいね。あ、いいよいいよ、バンパーめちゃくちゃいいですね。3回連続で100オーバー。ほらステリーおいセッセキューセッセキュー。
さあというわけでね、ジャックポット取って、わあこれマイナスかーって思ったんですけど、ワンチャンのでは150のボーナスで、まあ2回以上当たればなくはないですよ。これサテライト1チャレできてボーナスなんでありますね。これはプラスあるね。だいぶありよりのありだと思ってます。さすがにね、300、400枚ぐらいからだとね勝ちづらいのよ。スピンジャックポットってあんまりね、あのメダルいかんから。さあどうだ、うわー、お疲れ。